どうも、アップメディアのみやです。どうも、メッチーです。さあ、はい、アイトリーグやっていきましょう。いきましょう。はい、今日はですね、はいはい、なかなかちょっと面白いのかなと思うので、うん、考えたと言いますかですね。はい、トイと JP のタッグで、うん、はい、まあ、お見せしたい出来がありますので、はい、そちらを使っていきたいと思います。いきましょう。はい、はい、はい、こちらになりますね。うん、ですね、トイと JP、はい、で、JP を先行に置いてます。はい、ですね、まあ、ポイントは、ポイントは、うん、まあ、先ほどスタイルチェンジした、はいはい、これですよ。妄想暴走の着せ替えドールと。まあ、こちらはね、味方の、はい、まあ、JP をすごいな、こんなにJP の体力の体力の、ね、普段の JP にはあんまり見ないやつらも入ってますけど、そう、めちゃくちゃ体力高いのを突っ込んで、はい、相手ライフともどもね、うん、ダメージを与えていこうかなという、そういうことです。レシピになってます。はい、あとはスクリーナーズアイなども入ってますので、うん、長射タイプで固めて、はい、なんていうんですか、こうプロテクター、そう、プロテクターを貼って、かけて、で次のターンに使ったりとか、うん、残りやすくしてというか、ね、はい、であとはね、僕もね、こちら砂場の泥人形を入れてるので、ほう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 、単車タイプ多い、なるほど、 JP との相性もいい、はいはいはい、であとは、まあ、F 大王国ですね、うん、こちらも、うまくつながれば最強な効果を発動するので、はい、もう JP は体力高いですからね。そうです。まあ、いろんなね、シナジーがね、こう、うん、お互いある組み合わせなのかなと思ったの で、はいはいはい、ですね、はい、こちらを使って結構面白い動きそうですよね。面白いと思いますよ。早速使っていきましょう。いきましょう。お願いします。お願いします。行きましょう。さあさあさあ行きましょう。 GGG ですね。 GGG、 いやー、見せつけてやりましょうよ。ちょっとこのコンボいろいろ決めたいのありますね。そうですね、もう爆発力です、はい、こっちとらですね。こちらはトイの爆発力、そして JP の硬さがありますから、はい、行けますよ。行きましょうよ。どうしますか、ポービー行きます。ポービー置いとくのもまあうざい。これありっすけど、それありっすよ。それで真ん中2つは取られないって感じです、うん、やっぱこれ優秀なんですよね。それ優秀です。2マス絶対取られませんよ、ね、はいはいはい。ただ C 場で取られる。ああ、そっか、はい、さて注目の序盤戦、大丈夫ですね。 C 場で取られない、取られない、取られない、うん、まあまあまあ、これだったら、はい、スクリーナーズアイからの、うん、スクリーナーズアイからの泥人形って、いや、多分人面剣の方がいいです。なるほど。はい。泥人形強いんですけど、はい、バーナード処理するためにスクリーナーズアイをリーダー横に置かなきゃいけないのかな。なるほどなるほど。あー、そこに置くの。おっと。これちょっと嫌っすね。これ嫌だよね。はい。でも多分相手さん分かってんじゃないですか。その JP はここ結構嫌だよね。うん。処理にくいっす。嫌っすね。嫌だね。まあ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 、これもスクリーナーズアイ左下で置いてていいんじゃないですか。繋がんなくない、だそこに置いておけばレンチとかも繋がんない で、そのリーダーに繋げる相手のリーダーにの横に、はいはいはい、オーメン剣を置いて、うんうん、プロテクター400入るんで、まあ確かに、はい、オーメン剣を壊れてる、そらせてもいいっちゃいいんだけど、結構壊れてますからね。確かに、そらないで残ることで、やっぱ強い効果発動するっていうのがあるんで、ですね、はい、アーツがやっぱり優秀ですから、優秀ですもん、ね、これがここにいるっていうのはでかいですね。でかいですね、うん、あれも言ってますから僕、ん、デュラハンも、はいはいはい、そっかそっか、はい、デュラハンの餌として残りやすいと。そうですね。ちょっと俺のあれですね、はい、手札が弱尾ではありますけど、まあこんなもんじゃないですか。まあまあ、はい、でもドライヤーはこれリーダー繋がんなかったんで、そうですね、いいっす、よかったかなと、はい、しかしですよ、しかしですね、だがしかし痛いですね、うん、もしかしたらスクリーナー剤も残りますね。残ったと、残ったね、残ったね、はいはい、うわクリティカルいけ、これでも、はい、右側に、うん、チーフオフィサー J 置けばいいんじゃないですか。そうしますか、はい、これあそこですね。いや、もうこれでそこそこっす、はい、それで一応しょれます。プロテクター打つか、いやだ、あ、プロテクターしましょう。あ、ごめん、もう落ちてた、落ちてた、はい、まあ、でもまあ結局変わんない、はい、回復できるんですね、はい、大丈夫です、はい、これワンチャンありますよ。ワンチャンありますね。はい。はいはいはい。で問題はですが、
方面剣とつないでいきたいんですけどね。これででも方面剣変わったらやばいやばいっすよね。これで方面剣変わったらやばいっすよね。あ、でも違うのかな、プロテクターだから HP は500なのかな。まあ、でもそしたら500アップ、はい、じゃあ行きましょうね。まあやってみますか。だけどどっちかよ。どこ変わっても何でもないんだよ。この200むしろ弱えだろ。本当ですよ。よいしょい、よいしょい。まあ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 、バースト打ってね。忘れた忘れた、バースト忘れた、バースト忘れた、やばいやばい。1200一瞬でしょこれ。バースト忘れた。シーバーやめろよ。いや1200はまだ大丈夫です。やばいやばい、はいはいはい、これなら来ないですね。え、これ大丈夫ですか相手。確かにこちらデュラハンいますよ。こちらデュラハンいますよ。いや、そしたらチーフオフィサーこのあれ600だったらまだ残りそうだったな。でもこれ残るかランタンのこれだったら残りそうっすよね。うん、いや、チーフオフィサーは死ぬんじゃないですか。死んじゃうかな、さすがに。どう繋いでくるかですけど。はいはいはい、生きた、生きましたね。え、ってかもうじゃあ、え、デュラハン半端ないことになるよ。半端ないこと、おかしいよ。やばい、めっちゃ楽しみになってきた。いいね。そしたらあれチーフオフィサーでこのランタン取れるんで、はい、レイバーを真ん中置いていいですか。これで、あ、そうっすね。これでバースト打って多分デュラハン打てばいけそうっすよ、ね、行きましょう、行きましょう。はいはいはい。めっちゃ強いよこれ。え、これいいね、これ面白いな。お互いちゃんとこうシナジー噛んでるね。そう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 。でこれバースト打ったら、バースト打って1000、3死12、3死12でこの時点でもたい。そうですよね、はい、しゃい、よいしょー、これいいよ、いきましょう。めっちゃ熱い、いいね、めっちゃ熱い。これ今もうあの撮ってる時ピリオド4がそろそろ終わるじゃないですか。そうですね、もしかしたらこれで上がれるんじゃないの。ワンチャンありますよ俺。急に調子乗り出すっていうね。よいしょー、はい、おーっていや強いなこれ。お前らの血肉を俺のタンクに注ぎ込め。そして大面剣の効果も発動して200入って、こういう1400、いいね。1400、俺最近あれだ、スクリーナーザイ結構評価は上がってってるわ。俺も上がった。あ、大面剣あれ無理だもんね。大面剣やばいね、あれしょれなかった、ね、しかもその後のチーフオフィサーのね、うん、こういう曲上がるってやばいね。いやーいいっすね、楽しい。行きましょう、行きましょう。はい、行きましょう。さあ行きましょう。次 JP ですね。そうですね、 JP はどうかな。うん、おそらくバーン JP なんじゃないかなって感じですけど、早速強いな。なるほど、注目の序盤戦、攻めの形を作るか。いやでもこれバッキンガムかな。はいはい、デュラハンいきますか。デュラハンでもいいし、はい、バッキンガムかデュラハンでいいんじゃないですか。バッキンデュラハンやりますね、はい、右と左どっちですか。なんで答えてくんねん。ちょっと待って、はいはい、これさ今思ったんですけど、はい、スクリーナーザイを置いておいてデュラハンを置いたらどっちの方が先になるんですか。これはあの登場したこっちのデュラハン先です。で先に入っちゃうから、はい、スクリーナーザイの効果は最後と。リーダーに入れ、リーダーに入れ、リーダーに入れ、どっち。いやーそれはいらんって。引き弱子、引き弱子です。はい、はいはいはい。そしたらスクリーナーズアイか。まあまあまあ、うん、さあ、はいよ、ワンちゃんで、はいはいはい、これやっこれできますよ。これできますよ、これできますね、できますよ、これ。ただ相手も一応 JP だとお互い一応あれなんだよな。はいはいはい、これはまだいきますか、そしたら800にするか、はい、あれするか迷いますよね。どういうこと。いや怖いけど行きましょう。やっていいですか。はい、これ置いて、そうですね、どうですよ、ね、はい、そうですね、行きましょう。で、まあ、僕バースト絶対打たないと死ぬんで、はいはいはい、まずバースト打つと。ですね、でもこれは面白いと思います。はい、バースト、はい。でもね、ここ結構ね、
結構諸説ある。まあそうなんですよ、うん、お互いにこれ800食らっちゃうんで、そうこれめっちゃアドバンテージあるんです。私のやつさあ、これ今初めて出しました。出した、おらー、おい、これで向こうでもプロテクターあるんで1600円なんですね。そうなんですよ、それなんですよね。 100なんだ、しかもそうなんですよ、100なんですよ。1500、まあ、でもはい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 、決めきる感じにはなっているが、いけそうじゃないですか。これいいな、この後に先生来たらめちゃ強いですね、うん、この後先生はいい。このお互い食らうんで逆にピンチ状態利用して先生入れてますが、これで、はい、いや多分これで先生出てきたらやばいっす。これ先生はもうなんでバース打ったんだって話ですか、うん、ですね。500なければ大丈夫、500バーンも負けだ。さて注目の序盤戦のプロフェッショナルとはこういうことだ。7、8、ぴったりだ、ちょうどっすね。いや惜しかったな、いややりすぎた感ありました。ちょっとやりすぎましたか、やりすぎた感ありました。あれがでもプロテクター貼っとけばよかった、ね、そうそれだったね、うん、プロテクターだったら違ったか、プロテクターを貼って発動するのがいいかもしれないですね、はい、なるほどね。まあでもあそこでレイバーからのねあれをやられたら無理ですよ、うんですね、うん、厳しい。そうですね、序盤も強かったし、はいはい、まあ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 、もう一度取り直していきましょう、はい、いろんな動きがねできるので、うん、すごい面白いのかなとですね、はいはい、行きましょう、はい、行きましょう。トイト、トイですね、はい、いろいろ変わってきますね、相手のリーダー。いいね、いいですね。今でも GGGJP トイだからやっぱりここの3組がこのピリオド4だと熱かったですね、多分うごめいている感じなんじゃないですか。うごめくちょっとこれやりましたね。ただ方面剣置かれたからこっちとしても結構痛いんだけどね。けど行きます、え、行くの。こっちは1100与えてこっち1000くらいますね、応援券プラス200で。いや、ここやめましょう。やめますか、ここ上じゃあ上プラス、はい、プラス、はい、上プラス応援券ホットキーでいいか、ホットキーでいいと思います。行きましょうか、はい、あの中央取ってれば、はいはいはい、デュラハンも、うん、まあ大丈夫、はい、行っても面白そうだけど。あ、手が滑った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 。何が真ん中取っとけばとか言っていや、やりたくなっちゃうよ。でもこれマイナスですからね。まあこれマイナスですね、はい、プロテクターでなんとかするんで、うん、いやプロテクター入れた方が良さそうですね。あー、どかって、うん、どかってちょっとどかっていい相手びっくりするだろうな、ね、いいのーって感じかも、うん、だってダメージとしては多分そんな変わんないですからね。200ぐらいしか変わんないですよ、僕あそこにあの馬を置くのと。はいはいはい確かに何やってんねんって話ですよ。ほーらの痛いこれだなんだよね、本当はこれでこっちが先生だったり、うん、スーパークイックでしょ、うん、ピカピカの具合が違ったピカピカの400出たんだよねなるほど、それで綺麗に処理、とりあえずプロテクター。えー、何これ5だよね。えー、めちゃめちゃ300オーバー食らったよ。だって今900あって、うん、まあ1500ある予定だったのに俺ら。やばいね今の、はい、強すぎでしょ。とりあえずバースト打ちましょう。はい、ここはプロテクターしないまずです、うん、マジか、今でなかったらまだ1500だったんで。そうなんですよ、まだワンチャンあったんですけど、まだ話違ったんですけどね、うん、これどうしよう、これどうすか、弱いな。 OB OB 置いとくしかなさそうです、はい、OB 置きの第10戦闘配備くるみ割りです。まあですかね、弱いね。あれ本当に手が滑ったパターンだったかもしれないよ。やんない方が良かった、うん、だから俺言ってもやんない方がいいよだっていや多分あそこはやんない方が良かったんですよ、はいはい、まあ確かにそうだね。でも面白いかなと思って、はいはいはい、やっぱその楽しいかなと思ってやっちゃったんですよ。一番強い動きできましたもんね、うん、
ドールを打つ。いや、4B が。このターンは死ななそうですが、くるみ割り、くるみ割りおもちゃ兵、うん、生きねえか。これさっきと一緒じゃないですか。ですね。このポーラどうせまたクリティカル出してくるんだろう。いや、そしたらヤバすぎですよ。おお、やばいやばいやばいだろこれ。嘘でしょ。このポーラ400ダメージ俺に余分に与えてるぞ。何これ、おかしいよ。本当だったらだって今900ですからね。まだそうですよ、まだ900ありますから。ちょっと全然話違いますよ。話違うよ。これはちょっと厳しいっすな。でも負けなんで、これプラス応援券ですよね。意味ないか。意味ないっすね。もうリタイアをしましょう。はい、もう一回いきます。はいはい、さあ行きましょう。 JP、 JP ですね。まあ僕らは誓いましょう、はい、うん、ドールの使いどころを謝るなですね、はい、やりたいからってやったら今話してましたけど絶対勝てない。はい、勝てると思ったところで、そうそうそう、最後800削り切るとかの時に勝てると思った時にやりましょう。さっきからすげえセンスある社畜飛んでくるね。さっき2連続降りてきたからね。そう、あれは無理だよね。あれはちょっとね、さすがに。まあでもこれ綺麗に処理ながら、はいはい、戦えるんで、はい、それプラス、おばけんじゃどうしようかな。シフォングラスのケーキ姫、シフォンでもいいっすね。リーダー前でもよくないですか。それしますか。相手 JAP なんで、そうっすね、はい、それ強いっすね。そうっすよね。うん、行きましょう。よいしょ。はいはい、シフォングラスのケーキ姫可愛いんですよね、攻撃するときの顔が。このけどこれでも声聞こえてないからね。ニコニコしながら、はい、このあの絵の方が可愛いよね。なんかポリゴンのこっちの、そうそうそう、ポリゴンのめっちゃ可愛い。盤面出てる時の顔の方が可愛い。可愛い。そっち全然可愛くないからね。あ、マジ、はい、ちなみに、これはね、この前その可愛いなって話してて、うん、俺あのファイターリストからポリゴンで見たんですよ、はい、こうしたら、あの忘れてました、ね、これトイズオブザデッドじゃないですか、はい、こいつ人形でしたね、うん、腕とかなんか超人形人形してて、ちょっと萎えちゃいました、ね、あ、そうなんだ。そうなんですよ。あ、結構人形ですか。結構人形、結構人形結構人形ですか。どうします。ちょっと俺がさっきから引き弱わるから。いや、それこれと、あ、これで、処理ないです。そう、帽子が残るから、これでいいか。そこでいきましょう。ドゥ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 クリティカル出たね、うん、いいっすね。まあでも全部処理して、はい、こんだけ体力が余っていればですね。相手は全部処理、おー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 おおお、我らが神トムヤムタイキック先生じゃないですか。あがめよあがめよ、このタイキックのこの処理能力ですよ。やばいっすね、はい、この序盤戦すげえな、レイバーみんな持ってる。だが、確かに、はい、これはもう、さあ、どこ入る、どこ入る、我らが先生ですよ。どこ、よいしょ、いいいね。どうしようかな、これ。ちょっと、ちょっと、あ、さすがにそうですね。これと、どうします、どこを禁します。綺麗に伝わらないんで、どこ入れていいんじゃないですか。はい、すみません、遅刻しました。みんな帰ってる、残業だ。これどうします。これどうします。いや、一回ちょっとやめよっか。俺らだってこれで負けてんだもん、さっきからドール使ったため絶対負けてんだもん。でこれでワンチャン600円出しますか。でも向こうが600になります。でも600になってもどうしようもないですか、向こうが。まあまあそうっすね。だったらこれいきます、ワンチャンス600狙っていきましょう。はいはい。どっち、おいしょい。
はい、これで600ダメージドンと強いね。はい、ドーン、まあ、これがねやっぱりジョーとかだったらめちゃくちゃ強い。やばいよね、800ダメージ喧嘩叩き出すんで、うん、社畜の極みって感じ。はい、いやちょっと弱いっすねこれ。もちろんこの次のターンは耐えないと今ずっと。そうですね、うん、ちょっと耐えるターンね。はいはいはい、何が飛んでくるかですね。ハイキックとかガンガン来たらきついですけど、うん、あと先生とかだともう結構お世話になるんですよ、ね、いや言うなよ俺らのこの回収の仕方ね。やばいね、これ400あればなんでチーフオフィサーで待ちですね。なんでこの100を引いてくるんだよ。それ100じゃなかったら勝ってるでしょ。そうなんですよ。そうだよね。そうなんですよ。200でも200だったらダメか、300だったら勝ちか。はい、じゃあまだ分かんない。レイバーさすがにショットくるかも分かんないですよ。600残すわけないじゃん。でもこれ先生に繋がずにレイバーを処理だったら、うわ、でも1000はまだ平気だ。いける。向こうが8、1400か、1000まで、はい、向こうは1000人、うん、とりあえずプロテクターありましょう。 OK です。はい、はい、プロテクター保険適用外で、OB を置き、 OB しかねえんだよな。リーダーつなぎたいもんな。OB で200しか当たんないですよ。いいよ、OB を置きます。 OB 置きで OB そこに、こっちで、うん、そこだと思う。人面、人面先生残る、いや残る、あーそこね、ここ置く。はいはいはい、まあ、レイバーがちょうど100なんで 4B の効果が出やすいかもって言って。それね、こっちは負け、守り固めるんであればこっちですね。チシュチシュ、はいはい、いらんクリスカルやな。ほんとですよ、次、ほんとですよ、次、はい、いやでも、あーなるほど、全員倒されて200削れたら、でもまだ分かんないですよこれは。いや大ヒック、400ないんじゃない、何で繋がれるかによります。400ないんじゃない、400あるかな、ほら、はい、手術繋がんないんで。 4B も取られましたねってことは、だからどうだ、いってよ、勝った勝った、よいしょー、俺ら200ダメージ入るんで、はい、レイバープラス、そうでした、はい、レイバープラス400、あ、100足んねけど、バース入るんで、ぴったり、はいはいはい、おいしょい、おいしょい、ブレイバー右っす、はい、あぶねー、これですね、はい、そうです。ここでもいいのか、ダメです、ダメです、あ、そこでもいい、どっちもいいよ。俺らの止めようタイキックも処理はするな、ね、はい、やっぱ神は崇めないと思って、神は、ドワッドーン、そしておまけに、いやー、あぶねー、バーストダメージ、バーストの神様、神、はい、バーストの神様に愛されましたね、はい、じゃあこれ クリッカルで倒すか、ドーン、ドッス、レイバーだってガチャゲンだよ、はい、あいつしかあんの、よいしょー、オーバーバースト、おいしょ、いいねという感じですかね、はい、はい、そうですね、なかなか楽しい試合が見れたんじゃないでしょうか、はいはい、結構面白いですね、まあ、でドールが本当に使いどころを、うん、ドールはあの無茶しちゃダメです、僕らのあれは悪い例として見てる、見切り発信しちゃダメです、はい、あれもうやりたいだけだからですね、はい、というわけでご視聴ありがとうございます、ありがとうございます、はい、はい、というわけで今日はトイと JP の、うん、デッキを紹介させていただきました、はい、なかなか本当にいろんなギミックがあって、そうですね、すごい面白いかなと、やっぱ面白いねこのゲーム、このゲームは面白い、そう、え、いなにいきなりゲームについて語り出してる、いやなんか運営の回し物かお前そのピリオド今5の情報も出たじゃないですか、はい、はいはいはい、はい、でもあのまた新ファイター10体ぐらいですか、そうですね、追加されてまたさらに環境も変わりそうなのかなと、そうですね、いう気がしてるんで、そうか、この動画も結局ピリオド5に入ってから、はい、多分アップされることになっちゃいそうです、ね、あ、そっか、
もうこれ見てる時はもうゴールいってますかね。なってますね。なるほど、何が強いんでしょうか。ちょっと楽しみにしながら、ね、楽しみですね。はい、やっていきたいと思います。はい、というわけで、MEAGAME 過ごしありがとうございました。ありがとうございます。また次回見てくれたら嬉しいです。お願いします。またね。バイバイ。